ネットの生駒です。今日はホネット TV 生駒の部屋第96回をお送りしたいと思います。はい、ということで第96回、100回まであと4回、大事な回なんですが、アプリとかをちょっと今まで紹介しすぎたかなっていう感じなので、今回はですね、息抜きをして、ホネット TV でおなじみ、あの題名はあれですか、アリさんのマゼコーラ、私も拝見したんですが、あれすごい面白そうなんで、私もちょっとやりたくなっちゃったんで、アリスちゃんパクるよということで、私買ってきました。何を買ったかっていう映像をご覧いただきたいと思います。行ってきます、アリスちゃん行ってきます。どれにしましょう。自販に行きましたよ。これメッツ、混ぜちゃいけなさそうなものが、メッツとポカリだからと、お茶とか、まずそう、いやーまずそうですね。これ決めてくださいよ、芦田さんすごい、なんかはい、何と何がいいか、ちょっとグダグダしますね。悪いか、悪いか、グダグダしますよ、悪いかでやるの、はい、あで、結局買いました。リゲインってそもそもなんですかね。リゲインってなんですか。リゲインってなんですか。蜂みたいなマーク。リゲイン、イコマお金を払う。コーヒーはブラック、エムコーヒーとかないですか。エムコーヒーは、え、ブラック、メーカー違うの。ミルクティーにします、やっぱ。何、あ、飲んだ。じゃあ、このミルクティーとリゲインを後で混ぜてみたいと思います。はい、ということで、私手に入れました、リゲインもう一回やりたいです。私くし手に入れました、リゲインリゲイン、初めて見たジュースと、はい、ホニャララララ社のミルクティー、こちらを、はい、次の97回で混ぜて飲みたいと思います。飲めたら飲みたいと思います。ということで、皆さん絶対お見逃しなく、お楽しみあれ。では次回。本当に終わるんだ。終わりますよ。終わります。生駒の部屋、今日もご覧いただいてありがとうございました。過去の生駒の部屋の動画はこちらのアイコンをクリック。化粧の違いがわかりますよ。そして私からのお願いです。もしよければホネット TV のチャンネル登録をお願いします。パソコンの方はこちらのアイコンをクリック。今すぐクリック。そしてスマートフォンの方は動画の下の説明欄のリンクからぜひぜひ登録をお願いします。そうすると私の化粧の違いが日々最新情報としてやってまいります。ではまた次回お会いしましょう。おかしいでしょ